よし、今日も昼ご飯作っていくぜ。というわけでこれね、残ってます。あと1個1人前の、2人前か、2人前残ってます。もうこれ食べちゃいます。はい、よし、じゃあ茹でる。かけうどんなんで12分。あ、ちょっと電池終わった。よし、じゃあ12分茹でます。よし、できた。一旦これを、水で締めます。よし、茹だったところに締めたうどんを入れて温める。もうこれは温めるだけです。はい、ある程度こう まとめてしたら、うん、もういいんじゃないかな。よし、さあじゃあ次作りましょう。1杯につき 200cc だったんで400入れてます。 2つ分入れてますんでね、多分ね。はい、そして温めた麺を入れる。うん、バッチリ、ちょうどいいね。このサイズの丼バッチリだわ。デブの素の天かす。そしてこれが大事だそうです。すり生姜、チューブではなくすった方がいいそうです。はい、よし、かき揚げで冷凍していたネギ、よし。そういうわけでライスと漬物もつけまして、今日はこれで食べたいと思います。食べよう。パッ、はい、どうもパティモス協会でございます。というわけでどんどん衣が吸っていっちゃうから、スルをね、スルスパッチン吸っちゃいますから、がとりあえずこれじゃいい。ヒント大丈夫、吸っていっちゃう、衣が吸っていっちゃう。あとお漬物ね、浅漬けです。まあ浅くないかもしれないけど、1週間近く経ってますのでね。じゃあ唐辛子かけます。はい、こっちにもご飯は炊きたてです。というわけでいただきます。食べよう。あ、生姜効いてるわ。いっぱいかけただけある。あ、うめえ。うまいな。うん。あ、うまい。私がいつも作るようなうどんのスープではなく、ちょっと甘めの醤油ベースのだしですね。希少糖が使ってあるそうでございます。うん。この麺は前も言いましたけど、若干讃岐うどんとかみたいにすごくコシのある麺ではないとは思うので、あったかいうどんとか釜玉うどんに向いているうどんじゃないかなと思いますね。うん、今日も暑いね、ほんと。エアコンつけてでも。かき揚げ。うん。うどんをおかずに飯は食えませんので、私は。お漬物ね。いただきます。うん。今日とてうまい。
、ね、うどんが食いたかったんですよ、まあ、昨日ラーメン食うたし、最近久しくうどん食うてなかったからさ。うどんな気分になっておりました。どん兵衛も赤いきつねも食べてないしね、うん、うどんいつぶりなんやろな。 2,3 週間経ってんじゃない。うん、うまい。香川県、うどん県、香川県で一番ナンバーワンらしいですよ。ナンバーワンのお店だそうです。うん、なんか今チェーン店みたいになってるそうなんですけど、もともとは1店舗から始まっていて美味しくて広がったという、実力のある、あ、実力あってチェーンになったみたいな感じかな。うん、っていうかうどん県である香川の人がよく利用するっていうことはそういうことなんでしょうね。うん、まあ、いろんなタイプのうどんもあると思うしね、もちろんね、食べ方だけもいっぱいあるし、麺の太さ細さ腰によっても違うと思うからね。暑いでも、エアコン効いてる部屋でも暑い。このほんとこだわり麺屋のうどんはあったかくして食べる、まあ、あったかい状態で食べるうどんかなと思うね。さぬきうどんらしいバリッバリのコシを求めている人は向かないかも。やっぱりあったかいうどんって感じ。優しい感じがします、うん、麺がね。あ、漬物とご飯うまいわ。冷凍ご飯1個残ってんのにね、浅漬けと食いたいがばっかりに炊いてもうた。うん、贅沢です。白菜だけでご飯を食べるって贅沢やな。
この節約目線で見ると漬物とご飯っていうのは割に貧相な感じじゃないですか。おかずいろいろある方が贅沢な感じするでしょ。でも米目線で見ると、米と何か食べる目線で見ると、米を漬物だけで食べてしまうという贅沢です。私は金銭じゃなく米目線なんで、漬物にふんだんに白飯を使ってみました、うん、贅沢です。私の中ではやっぱ炭水化物大事なんで、うん、贅沢や。また暑いな。というわけでパテモス協会ありがとうございました。麺屋こだわり麺屋さん、私だけで6人前食いましたね、過去ね。買ってから6人前、4人前はちょっとお裾分けしたなんか喉に唐辛子がお裾分けしたんですけど、6人前堪能させていただきました。ありがとうございます。香川県行った時にはお店の方にも行ってみたいかなと思わせる一杯でございました。そしてお漬物で白飯、炊きたての白飯いただきました。ありがとうございました。というわけでごちそうさまでした。皆様、週の中日暑いですけども頑張りましょう。ほな。